ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は神話最強の魔剣妖刀を9本紹介するぜ。魔剣妖刀って要はヤバい刀のことよね。ああ。最強の剣は前紹介したが、今回は持ち主を狂わせる邪悪な刀を選んでみたぜ。めっちゃヤバそうね。多分霊夢が想像している5倍はヤバいと思うぜ。マジか。この動画ではそれぞれの剣の特徴や強さ、邪悪な伝説などを詳しく語っていくから。ぜひ一緒に最後まで見ましょう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。一本目は村正だぜ。妖刀といえば村正よね。よく勘違いされているが、村正とは一振りの刀ではなく、村正という刀工が作った刀全体のことを指しているぜ。あ、そうなんだ。村正は伊勢の国、現在の三重県で活躍していた刀工だ。村正は襲名制で、四代は続いたとされているから村正という刀は結構な数があったとされているぜ。マジで？妖刀だらけになっちゃうわ。通称は戦時村正で、戦時派と呼ばれる刀工の流派の祖だぜ。その切れ味は神業で、武士たちに絶賛され愛用されていたぜ。それがなんで妖刀と呼ばれるようになったの？それは、村正が、徳川にあだなす刀と言われているからだ。徳川？ああ、あの鳥が鳴くまで待つ人ね。覚え方が雑だな。村正は徳川家と因縁が深く、江戸時代に書かれた、徳川実記には、村正は徳川に何か恨みがあるのだろうか、と書かれている。さらに、村正の刀を全て処分するよう命じた記述もあるぜ。そこまでするって、どんなヤバい因縁があるの？徳川家の者が、たびたび村正によって傷を負ったり命を落としたりしているんだ。マジで？ああ、一人目は徳川家康の祖父、松平清康で戦のために進軍していたところ、父を殺されたと勘違いした家臣によって切り捨てられてしまった。その時に使われた刀が村正だったんだ。でも、それだけじゃ別に呪いとは言えないわね。二人目は徳川家康の父、松平広忠だ。彼も、宴の席で急に暴れ出した側近によって切り捨てられたんだが、その時の刀も村正の脇差しだったぜ。さらに、家康自身も村正の小刀でしたり、戦で味方から村正の槍を受け取ろうとしたら指を切ったりしている。むむむ。極めつけは、徳川家康の正室、築山殿と、その息子、松平信康が織田信長からスパイ容疑をかけられ、処刑を命じられたんだ。その時の解釈に用いられたのも、村正だったんだ。ああ、これは完全に呪われてますね。立て続けにこういったことがあり、徳川家の家臣たちの間では村正に呪われてるといった噂が広まり、村正の刀を持つ者は誰もいなくなったそうだ。ダメ押しに、大阪夏の陣で徳川家康を敗北寸前まで追い込んだ武将、真田幸村が、愛用していた刀も村正だったんだぜ。やっぱ、後に徳川家康の権力が絶対的なものになるにつれて、それにあだなす村正の刀は、妖刀、地に植えた刀、と言われるようになったというわけだ。恐ろしいわ、今すぐお祓いしましょう。まあ落ち着け霊夢。落ち着いてられないわよ、絶対呪いがかかってるわ。村正が徳川家を祟っているのは単なる迷信だとも言われてるんだ。なんで？こんなに被害者が出ているのに。それは確率の話だな。この時代、良質で人気だった村正の刀は大量生産されて世の中に多く出回っていたんだ。だから、村正の刀に切られる確率は必然的に高くなるわけだな。そうなの？実際、徳川家康も村正を所持していたと言われてるぜ。家康も持ってたのね。もともとは徳川家内部で囁かれていた村正の呪いが、何かのきっかけで外部に流出して、歌舞伎の題材などになり、脚色されて世に出回ったことが、妖刀村正を作った原因ともされているぜ。ふーん、じゃあ妖刀っていうのは嘘なのね。それが、村正は切れ味が良すぎたため、それを人で試したい辻斬りが江戸時代に横行したのも事実なんだぜ。やっぱり妖刀じゃない。二本目はケルビングだ。北欧神話に登場する魔剣で、名前は、西郷都族の剣という意味を持っているぜ。所持していたのは北欧神話の主神オーディンの血を引く、スーアフルラーメという王様だぜ。神様の血を引いてるの？強そうね。本人が強かったのかはわからないが、スーアフルラーメはケルビングを使って数々の戦いに勝利している。ケルビングはスーアフルラーメがドワーフを脅して作らせたものなんだぜ。そうなの？スーアフルラーメ、鉄を簡単に切れて、狙ったら外さない絶対錆びない剣を作れや。ドワーフ、は、無茶ぶりすぎやろ。断るん。処刑するで。わかったぜ。できたぜ。やればできるやん。ほなわしらはこれで。あ、その剣呪いかけといたからな。バイバイ。地味に仕返しされててくさ。ドワーフたちは剣に、所有者の願いを3回叶えるが所有者に必ず破滅をもたらすという呪いをかけたんだ。それでどうなったの？スーアフルラーメは数々の功績を立てていったが、ある戦いで敵に剣を奪われて刺され、命を落としたんだぜ。その後も剣は所有者を転々とするが、所有者自身や近親者の命を奪っていったぜ。こわ、いくら願いを叶えてくれる剣でも、これは欲しくないわね。まあ、破滅してでも叶えたい願いがある人にはおすすめだな。
テルビングは伝承が少ないからこれで終わりにするぜ。3本目は同時切りやす綱だ。天下5県の一つで、日本刀の東西の両横綱とも評される日本屈指の名刀なんだぜ。ふむふむ、作った刀工は、大原康綱で、平安時代に活躍した名工だ。平安時代の刀なのね。康綱は作った人の名前だけど、同時切りってどういう意味？同時切りとは、四天童子を切った刀という意味だぜ。四天童子は平安時代に暴れ回った鬼の総大将で、日本三大妖怪にも数えられる強力な妖怪なんだ。へえ、そんな妖怪を切ったってことは、間違いなく名刀ね。ああ、しかも同時切りはアマテラス狼によって選ばれた刀でもあるんだ。どういうこと？大原康綱は同時切りを作った後、時の征夷大将軍、坂の上の田村麻呂に刀を献上したんだ。四天童子との戦いを予見していた日本神話の主神、アマテラス狼は、坂の上の田村麻呂にお告げをして同時切りを伊勢神宮に奉納させた。そして時が経ち、四天童子退治を任命された、源頼光に、同時切りを授けたと言われてるんだ。最高神に認められるなんて、マジヤバいわね。見事同時切りを使って四天童子の首をはねることに成功したんだが、四天童子の血を吸った同時切りはここから妖刀と化してしまうんだ。何が起こったの？徳川家康の孫が福井藩主松平忠直に嫁ぐ際、同時切りが送られたんだが、忠直の息子が夜泣きがひどい時に枕元に置くと、ピタリと泣き止んだと言われている。夜泣きを止める効果があるの？これは同時切りの魔力で悪いものを追い払ったのではないかと思われるぜ。だが、その後松平忠直自身も妖力の影響を受けたためか、酒に溺れて家臣を意味もなく切り捨てたりするようになり、最終的には流罪となってしまったんだ。恐ろしいわね。さらに江戸時代に、同時切りは詐欺落としのために本阿弥家というところに預けられたんだが、同時切りを持ち込んでから狐の行列や狐火がたびたび目撃されるようになった。そしてある時屋根の上で白狐が何かを訴えるようにもがき苦しんでいるのを見た本阿弥家の者は、それに何かを察して同時切りを見に行くと部屋が火事になっていて、狐のおかげで同時切りは無事運び出されたという。狐と何か関係があるのかしら？もしかすると同時切りについた妖力が具現化したものかもしれないな。ブリーチの残白刀みたいね。同時切りは妖力だけでなく実際の切れ味も凄まじく、積み上げた遺体で試し切りをしたところ、6体の遺体を台座ごと一刀両断にしたと言われている。やっぱ、同時切りは現在東京国立博物館に展示されているから、興味のある人は見に行ってみるといいぜ。私も見てみたいわ。ただ、同時切りは妖艶な美しさで人を魅了するとも言われるから、見に行くときは取り込まれないように気をつけるんだな。ひえ、4本目はダインスレイブだ。北欧神話に登場する魔剣で、名前は、ダインの遺産という意味を持っているぜ。ダインって？ダインはドワーフの名前で、おそらく彼がダインスレイブを作ったのではないかと言われてる。彼がどういう目的で作ったのかは謎だが、ダインスレイブは一度鞘から抜くと、一致を浴びて全て吸うまで鞘には収まらないという性質を持っているんだ。こわ、まさに魔剣ね。ダインスレイブを所持していたのは、スノッピのエッダに登場する英雄オーヘブニだぜ。彼は物語で、ダインスレイブを抜いてしまったがために半永久的に戦い続けることになるんだ。なんでそんなことになったの？アルスヘグニが不在の間に彼の娘が、ヘジンという他国の王子にさらわれてしまうんだ。ヘグニは娘がさらわれたことを知り、すぐに捜索を行った。そしてヘジンと娘がいる島を見つけ、取り戻すために軍を引き連れて戦いを挑みに行った。一触触発ね。ところが、ヘグニがヘジンに切りかかろうとすると娘が止めに入ったんだ。え？なんで？ヘグニ、娘、なんで止めるんや。娘、お父ちゃん、私この人のこと好きになってもうたんや。だから、もう戦わんといて。マジか、わかったで。ダインスレイブ、いや、もうは射抜かれたから血吸いたいんやけど。意外な展開ね。娘がヘジンに惚れてしまったため、和睦を結ぼうとしたが、ダインスレイブを抜いた後だったから戦いは止められなかったんだ。戦いにより、両軍から多くの者が命を落とす結果となってしまったんだ。最悪の結末ね。だが、話はこれで終わらないんだ。まだ続きがあるの？実は娘は魔術が使えて、戦いが終わり夜になると戦場に生き命を落とした者を魔法で蘇生したんだ。よかったわ、これでめでたしね。そうはいかないんだ。え？両軍は再び戦い始め、そして命を落としてはまた魔法で蘇ることを繰り返すんだ。そしてその戦いは北欧神話の終末であるラグナロクまで続いたと書かれているぜ。いやいや、せっかく蘇ったんだから戦いをやめなさいよ。一説によると娘も、ダインスレイブの魔力に操られてるのではないかと言われている。娘もダインスレイブに操られて魔法をかけ続け、それにより戦場には永遠に血が流れることにより、ダインスレイブも血を吸い続けることができるわけだな。怖すぎるわ。五本目は野源藤四郎だ。鎌倉時代に作られた刀で、刀匠は藤四郎義満だ。なんでこの時代の人って長ったらしい名前なのかしら。野源藤四郎は他の妖刀と違い、主人を助けようとした話で有名なんだぜ。妖刀なのに持ち主を助けたの？
ああ、野源藤四郎を所持していたのは室町時代の守護大名であった畠山正長だ。明応9年に起きた明応の政変で、正長は敵に城を囲まれてしまった。敗北を悟った正長は自害しようと、野源藤四郎で割腹を行おうとした。は、早まってはダメよ。だが、野源藤四郎は全く腹に刺さらなかったんだ。あら？生蔵だったのかしら？いや、それに怒った正長が刀を放り投げると、薬草などを引いて薬を作るための野源に刺さったんだ。は、硬いはずの野源には刺さるのに、柔らかい人間の腹には全く刺さらないという、不思議な出来事が起こったわけだな。このことから、野源藤四郎という名前がついたんだぜ。なるほどね。主人を守ろうとしたのなら、妖刀とは違うんじゃないの？それがそうも言えないな。結局正長はその後違う刀で自害し、命を絶ってしまっている。刀の魔力で滅びたとも言えるな。そうか。それに、野源藤四郎は本能寺の変で織田信長と共に火事に巻き込まれて消えたらしいんだ。織田信長が野源藤四郎の魔力に引き込まれ、破滅へと向かったとも考えられるな。そう考えるとやっぱり怖いわね。6本目はイペタムだ。イペタム？何語かしら？イペタムはアイヌ語で、人を食う刀という意味なんだぜ。うわぁ、ストレートな名前ね。アイヌ民族に伝わる伝説の妖刀で、一人で2人を斬ることからその名前が付けられたんだ。マジで？ああ、ペックトコタン括弧現在の北海道向川町にはイペタムの人斬り伝説の伝承がある。それによると、宗教の家にイペタムが収められていたんだが、村に盗賊が近づくと一人でに鞘から飛び出し宙を舞い、盗賊を斬って再び鞘に収まったらしい。怖いけど、村を守ってくれるならいい妖刀じゃない？それが、イペタムを制御する秘宝を知っているのは宗教だけだったんだが、その宗教がなくなったためイペタムは無差別に人を襲い始めたんだ。どうするの？村の者たちは頑丈な袋に包んだり、石を乗せて川に沈めたりしたがダメで、すぐに戻ってきてしまったんだ。そこで、神様に祈ったところ、底なし沼に捨てるようお告げがあり、その通りにしたところ戻ってくることはなかったそうだ。困った時の神頼みね。他の地域では、先祖から、開けてはいけないと代々伝えられてきた包みがあり、ある時その包みから怪しい光が飛び出していき、その光が入った家が盗賊に襲われるという事件が起こった。その包みの中に入っていたのがイペタムだったんだ。災いを呼ぶのは、いかにも妖刀って感じね。だが、イペタムが人を救う伝承も存在するんだ。そうなの？ああ、ある地域では人を襲う伝説の大怪鳥フーリにイペタムを投げつけたところ、イペタムがフーリを食べて退治したと言われている。人間だけじゃなく怪鳥まで食べてしまうのね。確かにヤバい刀だけど、味方にすれば頼もしい存在ね。ああ、他の伝承では盗賊に襲われそうになった時にカタカタと音を鳴らし、盗賊にイペタムがいると思わせて追い払うといった話もあるからな。そういった意味では守り神的な存在でもあるな。7本目はみっかりあおえだ。団子ばっかり食べてる水戸黄門の付き人？それはうっかり八兵衛だ。みっかりあおえは南北朝時代にあおえ派という刀工集団のあおえ貞次によって作られた刀だな。あおえ派は彼の有名な天下五剣の一振りを鍛えた男が属する、凄腕の刀工集団なんだぜ。へえ、そうなんだ。あおえっていうのは作者名ってわかるけど、にっかりって何？それは今から解説していくぜ。にっかりあおえの、にっかりとは、にっかり笑うという意味なんだ。にっかり笑う？妖刀と全然関係なさそうだけど。そうでもないぜ。その由来は、にっかりあおえが幽霊を斬ったという逸話に基づいているんだ。え？刀で幽霊を斬ったの？ああ、戦国時代にある武士が夜道を歩いていると赤ん坊を抱いた女が、にっかりと笑いかけてきた。怖っ。女は赤ん坊を抱いてほしいと武士に迫ってきたが、あまりの不気味さに刀で切り捨ててしまったんだ。ちょっと、本物の人間だったらどうするのよ。切った女はそのまま消え、翌朝その場所に行くと石の灯籠が真っ二つになっていたそうだ。女の正体は灯籠だったの？おそらく妖怪が武士に幻を見せていたのだろう。女の言うことを聞いて赤ん坊に見せかけた石灯籠を持たせ、動けなくなったところを食べようとしたのかもしれないな。ひえ、でも、石の灯籠を真っ二つにするなんてすごい切れ味ね。妖刀というのはほとんどが名刀でもあるからな。この話に出てくる武士が誰なのかは定かではないが、にっかりあおえはその後柴田勝家に献上され、には長秀、豊臣秀吉、京極忠隆などの戦国大名の手に渡り、現在は丸亀市立資料館に所蔵されているぜ。豊臣秀吉も持っていたのね。秀吉は筋金入りの刀剣コレクターだったそうだ。同時切康綱も所有していたらしいぞ。マジで？妖刀だらけで大丈夫だったの？逆に、妖刀の力を利用して天下人まで上り詰めたのかもしれないな。8本目はストームブリンガーだ。中二病をくすぐりそうな名前だわ。ストームブリンガーは、ファンタジー小説、エルリックサーガに登場する架空の剣だぜ。面白そうね。昔から人気のある小説で、ゲームの題材としても使われているな。翻訳もされているから取り上げてみたぜ。所有者はメルニボネのエルリックという人物で、1万年以上にわたって世界を支配した。
メルニボネ帝国の最後の皇帝だ。強そうね。いや、その反対なんだ。どういうこと？小説ではエルリックはいわゆるアルビノというやつで、色白で虚弱体質なんだ。魔法や薬の力を借りなければ生命を維持できないレベルだったらしい。マジで？そんな彼を助けるのがストームブリンガーなんだ。ストームブリンガーはほとんど全てのものを斬ることが可能で、最大の特徴は自我を持っていて、斬った者の魂を喰らうことができるということだ。ゲームで言うと HP 吸収能力ね。ストームブリンガーは吸収した魂の一部をエルリックに還元していたんだ。ストームブリンガーは自分の欲求を満たし、エルリックは生命エネルギーを受け取り、生きながら得ることができるという共存関係にあった。エルリックはそれを望んでいたの？いや、ストームブリンガーは敵を斬るだけならまだしも、勝手に動き出してエルリックの友人や恋人まで斬ってしまったんだ。こうして吸収された生命エネルギーが流れ込むたび、エルリックは罪悪感と自己嫌悪に悩まされた。しかも、ストームブリンガーは魂を持つ者にしかこの能力を発動しないため、無機物や野生動物などを斬っても生命エネルギーは得られないんだ。人間を斬るしか自分が生きる道はないってこと？そういうことだな。エルリックは温和な人柄だったが、ストームブリンガーを手に入れたことで、様々な争いに巻き込まれていくことになる。物語がどういう結末を迎えるのかは、ぜひ自分で読んでみて確かめてほしいぜ。めちゃくちゃ気になってきたわ。ラスト9本目は村雨だ。妖刀の代名詞的な刀よね。村雨も妖刀としては1、2を争う知名度だな。村雨は実在する刀と、架空の刀の2種類があるんだ。実在する村雨は、名工、津田越前の神助弘の最高傑作と言われ、五穀豊穣、雨乞いを願って村雨とつけたらしいぜ。ふむふむ。青山家というところに代々受け継がれていて、雨乞いの時に村雨を持ち出したとされている。両面の刀身に栗から竜が彫られた、見ているだけでうっとりとしてしまう美しい刀だぜ。架空の方はどんな刀なの？架空の村雨は、江戸時代の娯楽小説、南宋里見八犬伝に登場する妖刀だな。さっきのストームブリンガーと一緒ね。南宋里見八犬伝はラノベの元祖とも言われてるな。マジで？読んでみたいわ。全98巻の大長編小説だぞ。は、現代語訳もされているから、覚悟のある人は読んでみるといいぜ。小説の中では、主人公の犬塚篠が使う刀でその最大の特徴は、抜け畑まちる氷の葉、だぜ。どういう意味？抜刀すると刀の付け根から水を出せるという能力を持っていて、持ち主の殺気が高まるほど水量も増すらしい。水属性の剣なのね。敵を斬っても水で血を洗い流してくれるから、決して錆びることはないんだ。うん。でも水が出るだけだと、そんなに使い道なさそうね。そんなことはないぜ。小説では、犬塚篠はいろいろと応用を聞かせて様々な危機を脱出している。敵に囲まれた時は水で火を消し、敵が混乱している間に脱出したり、水を敵の足元に巻いて滑らせたり、山火事に囲まれた時は刀を素早く振って、水の葉で火事を消したりしているぜ。使い方次第ってわけね。単純に、喉が渇いた時に飲み水としても使えそうね。妖刀から出た水を飲むのは少し気が引けるな。さあ、これで9本の妖刀魔剣を解説したぜ。いや、どれも中二病をくすぐるものばっかりね。でも、やっぱり妖刀が一番興味が湧くわね。外国にも魔剣の伝承は多いが、日本ではそれ以上に妖刀、神刀、霊刀などの伝承が多いぜ。おそらくは日本刀独特の切れ味、芸術性などが美しいもの怪しいものとして結びつけられたんだろう。日本刀の美しさは海外でも評価が高く、外国人のコレクターも多いほどだからな。うふふ、この輝きたまらないわね。どっから出してきたんだその刀。うちの神社の奥に眠っていたやつよ。この妖刀を使って、私も英雄の仲間入りをするのよ。妖刀、ええけど魂もらうで。ほんなら、皆も妖刀の扱いには十分注意するんだぜ。じゃあ、今回の動画はこれで終わりにするぜ。ご視聴ありがとうございました。